おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今回ね、何をやっていくかって言ったらね、皆さんにアリーナランキングイベントの虐殺というものをお見せいたしましょう。そう、虐殺されるのは私です。私がね、虐殺される様を、まあ、皆さんにお見せしながらね、アリーナランキングイベントってね、こんな感じにやっていったらね、まあ、少しもマシに戦えるんだよっていうところをお見せできたらなと思います。はい、結果は期待しないでください。ただね、まあ、どんな感じでやっていくのかっていうところだけは、まあ、ちょっとお話しさせていただきます。まあ、結果が出ない攻略動画だと思ってくださいってことで、早速やっていきましょう。その前にね、今回ね、どれだけ私がね、もうアリーナランキングイベントを諦めてるかって分かりやすい動画が、私のこのチームの大エース、トレサク選手ね、総合値8887って、私のチームの中でダントツ1位の圧倒的総合の火力を誇るこのトレサクがね、今遺跡特訓に行ってるレベルで、私はアリーナランキングイベントを諦めております。ちなみにね、トレサクがどれだけ私の、チームの大黒柱かというとですね、この豆腐ユナイテッドサブがね、今回スペインリーグ優勝を果たしたんですが、無事にこの、402点のうちの多分半分ぐらいがね、トレサクが取ってるはずです。うん、どっかで見れたよね、成績ランキングかな、42点トレサク、ゴールランキング1位はトレサク。もう1位から10位の間にね、トレサクしかいないっていううちのチーム、どんだけトレサク頼りのチームなのって感じなんですけど、はい、うん、評価点はね、あーすげえわ。はい、ってことでね、さあアリーナランキングイベントやっていきましょう。すいません、話が長くなりました。でこのアリーナランキングイベントなんですけれども、まあ普通のイベントです。アリーナでね、勝負をして、できるだけね、いい順位を取っていい報酬をもらいましょうっていう話ですね。でも常にランキングを確認することができます。アリーナと全く同じなので、鍵になってくるのは連勝ですね。何連勝できるかっていうところが一番大切なところになってきます。ちなみにね、私の場合は今回5000以内に入れても入れなくても GB200個とね、アリーナリング500個しか変わらないので、まあ、大差ないかなと思って気楽にやっていきます。ってことで早速やっていきましょう。さあ普段のアリーナとね、このアリーナちょっと待って、総合値の差えげつねんだが、総合値の差がえげつねんだが、よく俺さ、このチームでさ、プラチナディビジョンに上がれたよね、マジでって感じなんだけど。すいません、あまりにもね、総合値の差に話が脱線しましたが、普段のアリーナと違うのはね、これです。対戦チームの変更の回数が1日10回しかできませんよってことだね。で、1日10回しかできない。ただ、できるアリーナの試合の数としては、毎日、普段と同じ20試合になってます。ってことでですね、まあ試しにやっていきましょう。で、使うコツっていうものは、まあ基本的にこれ10回あるんですけど、1日の間に10回使い切ろうとしてしまうと、結構ね、逆に厳しかったりするんですよね。使い切ろうとすることによって、なんていうのかな、不必要な相手の交代をしてしまう。もうすーげー虐殺されてるけど、大丈夫。なんで、無理にね、使い切ろうと、やばくないこの差。おいおいおい。すげえんだが、いやいや、お前あれやん、豆腐ユナイテッドの以前使ってたやつの俺の総合値より高いやん、22万って。俺もそのぐらいだったっけ、忘れちゃったんですけど。で、すいません、また違う相手のアマルノスがさね、話が脱線しまくりなんですけど、で基本的にはね、連勝するために使うものになってますので、普通に相手交代したいから使うって感じよりは、連勝するために使ってください。なんで、できるだけね、勝てれば1回勝って1回負けてを繰り返したりとか、3回勝って1回負ける、3回勝って1回負けるを繰り返すと、どうしてもね、伸びに限界があります。ポイントの伸びに限界がありますので、そうではなくてですね、できるだけ、次につながるときに、例えば今4連勝してるな、あ、ここでもう1回勝ちたいけど、ここ厳しい相手来たなって時に使いましょう。で、逆に言ってしまえば、1日20試合やる中で10試合連勝できるのであれば、10個使い切っちゃってもいいと思います。ただそこで使い切っちゃってもいいと思うんですが、その前のね、他のポイントとしては、この連勝自体は次の日に続くってことですね。1日1日の終わりに連勝が切れないので、最後の20試合目を例えば4連勝とか5連勝とか、もっと言うのであれば10連勝とかで終わらせられたらですね、明日10連勝からさらに続けていけるんですね。
なんで今日1日目に限ってはまだやってない方ぜひぜひ参考にしていただきたいんですが、無理にですねそのなんていうのかな、初めの方で練習をつなごうと思うんじゃなくて、初めの方はねちょっと捨て気味でもいいのかなと思います。最後の方で練習をつなぐようにすると明日以降にも練習がつながるので、結果的につながる練習が長くなるっていうね、まあ、ちゃんと勝てればの話なんだけど、おー勝っていく奇跡なんだが、総合値2倍やる相手に勝ったんだが強っ、羨ましすぎるんだけど。ちょっとサンチェス貫突してるやん、俺が貫突したい、サンチェス貫突してるやん、俺にもサンチェス貫突させてくれ、羨ましいな。15万総合値、いや羨ましすぎるな。はい、まあいい、気にしずにやっていきましょう。さあ例えばね、じゃあこんな感じで今ね1連勝しましたよね。で1連勝したな、次ラクレットルージュかポゼッションか17万か、いやこれは勝てるからこのまま行こうとかね、うん、あちょっとこれ厳しいも、1連勝っていう単語マジで頭悪かったけど今。はい、まあねこんな感じで相手を見つつですね交代していていただけたらなと思います。まあ、私ぐらいのね弱さになってしまうとね悲しきかな、相手を交代したところでね別にね勝てる相手が回ってこないんで、使うことはなく終わってしまうんですけれども、まあそうじゃなくね、例えば今回もですねこれ私 2-3 で負けたんですけど、相手がラクレットルージュだったので、ラクレットルージュって現環境を取ってるフォーメーションコンボではなかったので勝てると踏んでいきました。2倍の差があったけどね、何をクソなめたこと言ってんだって感じなんですけど、勝てるつもりでいきました。はい、まあなんでねそんな感じです。で勝つ勝たないを選ぶときは、まあ総合値ももちろん大切なんですけれども、もう一個大切なのがね、というか総合値よりも大切なのがフォーメーションコンボを何使ってるかです。例えば私ねこれ今見ていただいて分かると思うんですけど、総合値結構離れてるお相手の方とかでもね、たまにいい勝負してる時とかがあって、そのいい勝負してる時ってどんな時なのって言ったら、フォーメーションコンボが相手がそんな強くない時なんですよね。例えばオスカナリーニョスなんかは結構強いフォーメーションコンボです。はい、結構きつい、当たるときついし勝つのもきつい。やっぱりシュートバフがあると、まあ、正直厳しいので。ただですね、そうじゃない例えばさっきのベルギー染めのラクレットルージュとかね、なかなかやっぱりその現環境に入ってきていない、シュートのバフもかからないようなフォーメーションコンボだと結構勝ちやすかったりします。なんでそういうお相手の方を狙ってやっていただくと連携がつながりやすいのかなと思います。例えば逆にねこんな感じで、あれラフランスか、あれラフランス強いなとかって思ったらこんな感じで交代するのもあり、ラフロータデルカフェに帰るとかね、まあ、ラフロータデルカフェなんかも結構今のポゼ相手に相性がいいのかなと思っていて、結構強いフロータデルカフェが強いのであんまりおすすめはしないですけど、例えばねまあ分かりやすく言ったらシュートバフがあるかどうかぐらいでもう分けちゃっていいかな。シュートバフがあるフォーメーションコンボで、勝てないと思ったら変えましょう。逆にあこれいけそうだなって思った時はとか、あこれどうなんだろうって思った時は、相手にシュートバフがあるかないかをちょっと見てみてください。シュートバフねえじゃんとかって思ったらない時に、行くといいです。はい、ない時はちょっと押してみるといいと思います。結構ねシュートバフのありなしで全然チームの強さっていうのが変わってきますので、まあ、現在ねちょっとお相手の方もねみんなシュートバフ使ってるので、シュートバイが入るフォーメーションコンボ使ってるので、なかなかね、まあ、現実的にね勝つ負けるが厳しいところもあるかなと思うんですけど、私のねこの今の、まあ、すげー状況の試合を見ていただいたら分かると思うんですけど、私これも11試合終わって1勝だからね今、まあ、こんな感じでね頑張ってるねクソ底なめくじもいるので、皆さんねこのクソ底なめくじに負けないように頑張ってください。私サカツクやって2年半経ちましたが、こんなに勝てないアリーナランキングで初めてですねやばいね、これ笑ってるけどね結構笑顔引きつるよ。っていうかねもうねそのなんていうかな、もちろんねここまでちょっと解説を話してきてあれなんですけど、ね、前のアカウントがね自分が好みでなくしたとかじゃなくて、端末がなくなったっていうのがめちゃくちゃ腹立たしいんだよね。なんかさ、サカツク今確か Apple ID でログインできるようになってるんですけど、前までできなかったじゃないですか。引き継ぎ ID とパスワードを覚えてないと引き継ぎできなくて、で、Apple ID でログインできるアプリ、FIFA とかね、FIFA モバイルとかって、あれ Apple ID でログインできるので、わざわざね、引き継ぎのその ID とかパスワード覚えとかなくても、引き継ぎできるんですよ。はい。ただね、以前のサカツクはそうではなかったので、ちょっとやっていなくてですね、あとね、あと3週間ぐらい、2週間ぐらい見つけるのが遅かったら間に合ったのかなとかって思うとね、もう悔しくてしゃあないんですけど。はい、すいません、ちょっと話が脱線してしまいました。はい、ちょっとね、頑張って私もこのチーム強くしていきたいと思いますので、皆さんね、このクソ底なめくじに負けないように頑張ってください。でね、ここで私はね、もう対戦を使ってね、めちゃくちゃ相手を交代してね、勝とうと思うんですけど、ちょっとダメだわ。全然みんな強いわ。みんなめちゃくちゃ強いね、これ。あ、トータルフットボール勝てそう。行こう。
ってな感じです。はい、ってことでね、アリーナランキングイベントね、こんな感じでやっていただけると比較的高いポイント手に入りやすいです。ここもね、今相手のフォーメーションコンボを選んで私がね、あ、これだったらいけそうだなっていうところを選んでやっていて、まあ、結果的にね、これまあ勝てるか、まあ負けるんですけど、結果的に負けるんですけど、それでもね、まあ、環境を取ってるフォーメコンよりはいい戦いができるというところで、相手のフォーメーションで相手の強さを測るっていうところを一つ考えていただけたらなと思います。ってことでね、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんはね、本当にくれぐれも端末なくさないようにね、でね、端末なくしても大丈夫だから、なんか引き継ぎがね、新しくなんかね、すげえ便利な引き継ぎ方法が出たんですよ。なぜこれがもっと早く出なかったって感じなんですけど、便利な引き継ぎ方法が今出てきてるのでね、どれだっけ、これかな、これ Apple ID でサインインとかね、これが出てきてるので、ぜひぜひね、皆さんこっちで、サインインしてください。ってことでね、今回の動画はこんな感じで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。